はい、こんばんは。道志道を走っております、うん、暗いですね。暗いですそれはいいんですが、ですね、今ちょっと出かけた帰りなんですけども、なんで動画を回してるかというとですね、1ヶ月ぐらい前ですかね、登録者様、500人、ね、超えました。ありがとうございます。まあ1ヶ月ぐらい前でね、超えてたんですけど、まあそれからあとね、こうお礼の動画をね、撮ろうかなと思いつつ撮らなかったのは、まあなかなかちょっとバイクに出かける時間がなかったっていうのと、まああとね、俺のチャンネルの場合はね、結構ドドンとね、4、5人ボーンとこう、登録解除とかねあったりするもんで、まあ安定するまでちょっと待っていたと言いましょうか、そんな感じです。いやもう本当ね、もう今までと同じペース、今までね200人300人とこうありがとうございますってこういうお礼の動画をね撮ってますけど、まあ今まで大体同じぐらいのペースでね、1年間で100名様ぐらいっていう感じですね。まあ1年間で100人ということは、まあ俺が YouTube 投稿し始めて、5年半ぐらいかかってるんですよ。で今まあ非公開にねしてしまった動画とかもあるんですけど、だいたい今公開されている動画は330本ぐらい、330ちょっと超えてますかね。うん、まあね、500人まで行くのにこうそれが早いのか遅いのかっつったら結構遅い方だと思います。まあね、あんまり、まあ、数に、ね、こだわっているわけではないんで、まあ、構わないんですけど、まあ、とはいえね、やっぱりね、増えてくれたら、それはそれでね、ありがたいし、嬉しいしっていう感じですよ。で、じゃあ、なんでそんなにね、こう、俺のこうチャンネル登録者数がね、増えない理由は何かって言いますと、まあいろいろ理由はあると思うんですけど、まあまずコンテンツとしてね、まあやっぱり受けるのって例えばバイクやね用品のレビュー動画だったりとか、あとは何ですか、あとは何でしょう、暗い中犬の散歩してちょっと動いた。まあそういう要は比較的ね皆さんに見ていただけるような動画というのをね、まあ、あんまり撮ってないんですよね。それもあります。まああとはまあ単純にね、その俺の場合はなんて言うんでしょう、ツーリング動画って言ってもね、本当にどこ行くんだか分かんないような、うん、そんな動画がね多いんでね、特にこう観光地とかもねすぐしちゃったりしますしね、うん、まあだからこう見てて、まあはっきり言ってこう参考にならないっていうことがね結構多いのかななんて思ってますよね。まあ、あとね、考えるにですね、一番の原因はですね、テンションが低い。テンションが低いんですよ。まあ、別に本当にテンションが低いわけじゃないんですけど、ちょっとまあ、俺の声がね、結構低いせいなのと、あと、比較的ね、ゆっくり喋る方なので、まあ、テンション低く聞こえてしまうんだと思います。
やっぱりね、元気にね、こうテンション高めの方の方が動画としてはね、伸びる傾向にありますよね。あともう一つね、ちょっとテンション低いく聞こえるっていうのとちょっと今日なんですかね、ちょっと似てるかもしれないですけども、リアクションが薄い。リアクション薄いんですよ俺。まあ例えばですよ、まあそれでもさ、こうね、いい景色とか見たわけ、おおとか言ったりはするんですけど、すげーとか言ったりはするんですけど、まあ他のね、やっぱ人気のある方とかの動画と比べるとリアクションは薄いかなと。おおとか、すげーとかは言いますけどね。うん。で、あとほら、例えばさ、ダートとか入った時にさ、ギアが流れましたとか、ね、フロント取られましたっていうよりも、まあよくあるのはね、危ねえとか、やばかったとかってあるじゃないですか。そういうのがあんまりないんですよね。うん、おーとか、あーとか、そのぐらいしか言わないんで、まあ後からね、あ、やばかった今のとかね、言ったりしますけど、本当そういうところはね、リアクション薄いと言いますか、まあ、うん、なんだろう、あんまり動かないっていうこともあるんですけどね、うん、そんなに驚かない。動画にはしなかったんですけど、ちょっと前にMT でね、走ってる時にね、コーナーでガバーって、スロットだけから、ケツがザーッと流れて、ちょっとした軽いカウンターを当ててコーナーを抜けるっていうことがあったんですけど、その時もね、その時カメラ一応回してたんですけど、後から見たらね、全くの無言なんですよね。なんか声すら上げてなくて、だから、ね、前方映してるカメラしかないから、なんかケツが流れたとかっていうのもなんかよくわかんないっていう。まあボツにしましたけどね、そのシーンはね。まあそんなんでね、まあまあそこはまああんまり面白さを感じないっていうね、大きな理由の一つかなと思ってますが、まあそんなこんなでね、まあまあなんだかんだと5年以上続けてきてますが、まあおかげさまでね、なんとかまあ500人は超えたということで、だまあ大体皆さんね、1000人ぐらいをとりあえず目標にするじゃないですか。だから、まあ、この調子でいくと、あと5年かかるっていう感じですかね。長えな、長えぞ。まあそんなんで、でもね、こうまあ俺もこう動画撮りながらね、どうなんだ俺の動画って思いながら作ったりしてるわけですけど、まあ、そんな動画にもね、こうね、チャンネル登録とかね、していただいてる方が、ね、500名様超えたということでね、本当にありがたく思っています。まあ、今後もね、リアクション薄いまま、テンション低いまま、そんなにね、変わることもなくやっていくと思いますが、今後ともね、よろしくお願いいたします。それじゃあまた、バイバイ。